通り。死ねばいいのに。高宮くん。え、帰り支度。ああ、周りの殺気がいつにも増して。ぐったりしてたし。焦らなくていいの。明日できることは明日やれば。うちの師匠超過保護。高宮くん、どこか体に異常を感じるところとかない？ないよ。お兄ちゃん。いつも通り。かすみちゃん。違うんだ。これはかがりさんが僕の体に問題がないか調べてただけで。知ってるだろう、封印が解けてまずい状態になってること。確かにな、姿はびっくりするよね。あれどういうことか説明してくれない？高宮くん。出た、そりゃそうだよね。朝の登校のことなんかもう全校生徒に知れ渡ってるよね。誰かに乱暴されたの？もし高宮くんに危害を加える相手がいたらちゃんと報告するのよ。そいつ燃やすから。それにや、かがりさん妹っていうより姉っぽいし。姉？うん、姉。じゃあ高宮くんの姉でいいわ。試しに私のことお姉ちゃんって呼びなさい。え？今の会話のどこでそうなったの？いいから早く。お姉ちゃん。心がこもってないわ。もう一回。お姉ちゃん。もう一回。お姉ちゃん。もう一回。お姉ちゃん。ってこれ何？かがりさん。お姉ちゃんよ。これも修行の一環よ、高宮くん。こう持って肩の力を抜くの。高宮くんはそこでしっかり見てて。技は師匠を見て盗むもの。よし、しっかり見。なぜ僕が襲われるのか、自分だけその理由を何も知らないってことだ。今日こそ係さんから聞き出さねば。あ、おはよう高宮くん。何って？魔女狩り。え？高宮くん困ってるって言ってたし、ささっと片付けるはずが、最後の一人を取り逃がしちゃって。おいバカ女、お前何考えてんだ。いきなり襲ってきやがって。うちらはただ平和に投稿してただけだろうが。そうだそうだ。高宮くん、あれ燃やしちゃっていい？うるさいし。あ、ダメだよ。あのさ、クライシスさん、あ、クレイジーさんだっけ。クライシだ。お前の体が目当てなだけでな。体？お前の中の白いあれだよ。白いあれ、白いあれ。高宮くん、敵の話を真に受けてはダメよ。